今週のやってる散歩は八代市役所本庁舎完成ということで、私タミが潜入してみました。この動画を見たら入るところから迷うことなしです。ぜひ最後までご覧ください。やってる散歩は解体のことなら有限会社岡崎工業さんとご覧のスポンサーの提供でお送りします。やってる散歩市役所ということで、今回は市役所の入り方から説明していこうと思います。レッツゴー。まずは駐車場。駐車場は仮庁舎か東側に停めることができます。どこも空いてない場合に限り南側の広場に停められるそうです。入り口は全部で4箇所。北玄関、仮庁舎側ですね。北東玄関は証明書自動交付機及び関係者の専用通路となっております。南東玄関。そして南玄関。めっちゃおしゃれですね。今回は、南側玄関から入ります。めちゃくちゃおしゃれ。こちらの見えている木は全部熊本県産らしいですよ。1階に入るとめちゃくちゃ広いですね。これ迷いそう。入ってすぐ左側に、地図と体温を測るやつがあります。アルコール消毒してください。1階には証明書発行窓口や障害者支援課、長寿支援課、福祉総合窓口、市民課、国保年金課、納税課、会計課などがあります。エレベーターもあって、総合受付なんかもあります。迷った時はここに聞いてみましょう。そしてまっすぐ進むと、こちらが証明書発行窓口ですね。住民票とか、こちらでもらえます。そして、出ると仮庁舎駐車場に出るので、住民票など証明書発行や市民会のご用の際は北玄関が近いです。証明書発行窓口の奥に進んでみると、こちらに売店がありますね。めちゃくちゃ綺麗ですよね。自販機もあって、テーブルと椅子があるので、こちらで食べることもできます。そしてこちらが会議室。一般の方向けに、こちら15人とか20人とか入るんですかね。階段があって、こちら2階に行けるのかな。そして、エレベーターの裏には自販機とお手洗いがあります。今ちらって見えたのが小早川さんです。会議室の料金は概要欄の概要欄に URL を貼っておりますので、ぜひご覧ください。こっちの会議室はめちゃくちゃ入りそうですね。そして、抜けると、こちら、FM 八代さんが公開収録してます。いつか僕もここで話すって思うと緊張しますね。そしてその奥に行くと、なんと多目的ホール、めちゃくちゃ広い。天井高い。開放的ですね。なんかやたらおしゃれですよね。そして、肥後銀行八代市役所支店、2月14日開店と。僕の誕生日ですね。ありがとうございます。そして、南側玄関に戻ってきました。こちらが1階の全貌でした。CM の後は2階へ。展望ロビーがめっちゃすごいっす。新しい仕事、新しい趣味、新しい生活。これからの新しいを一緒に。ユニバーサルホームの家は夏涼しく冬暖かい。
なぜなら床下ぎっしりの構造で外気温に左右されないから。地熱床システムのユニバーサルホーム。それでは2階をご案内いたします。エスカレーターが細い。日当たりがめちゃくちゃいいので日向ぼっこしたいです。2階には健康推進課、子ども未来課、健康福祉政策課、市民税課、資産税課、生活援護課などがあります。子ども未来課の前はベビーベッドが設置されております。エレベーターの裏には自販機が3台設置されております。1台は災害対応自販機となっております。2階は市民相談室、消費生活センター、健やかルーム、上下水道お客様センターなども入ってます。あと会議室が3部屋あります。これで一周してきました。以上、八代市役所新庁舎でした。さよなら。今回はほとんどナレーションばっかりでしたけど、皆さんいかがでしたでしょうか。最後にこちら6階の展望ロビーですね。見渡しがすごくいいです。八代宮、桜満開の時ここで見るのもすごく良さそうじゃないですか。天気が良くて夕日を見れる時間帯とかだと僕だったらめちゃくちゃ黄昏ますね。ここめちゃくちゃ良くないですか。北側は仮庁舎見えますね。めちゃくちゃ八代広いですよね。南側も景色がいい。皆さんぜひ行ってみてくださいね。お疲れ様です。こっちから入れるんですか。あれ、こっちから入れたと市の職員も迷われております。